全集中回転のピッキング2023最新版をやっていきたいと思います。こんばんは、バードマンです。僕はギタリストやっております。ギタリストの傍ら書き込みギタラボというですね、ギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しております。概要欄の方からぜひチェックしてみてください。さあ今日はですね、先日のライブで非常に声が多かったですね、全集中回転のピッキングを改めてもう一度やってほしいというリクエストがあったので、今日やるんですが、でもね、僕も常に進化していて最新情報を持ってますから、最新情報だけをですね今日は、やってみたいと思います。過去の全集中回転のピッキングについてはですね、過去のビデオを見てください。リンクを貼っておきますので。というわけでですね、今日の最新情報というところでやっていきたいと思います。手首の角度、回転の向き、そして力の入れ方ということでですね、お話ししていきたいなと思います。さあ、それではですね、まず3つの法則をお話しする前に、全然知らない人のためにですね、全集中回転のピッキングをすごく簡単にお話ししますとですね、皆さん力入れてピッキングしてると思います。力んでると思います。そうじゃなくて、プラ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 ーとしているね、これって誰でもできますよね。プラ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 っていうのはできますよね。このプラ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 を単純に当てたら速くなりますよっていうピッキング方法なんですよ。全然力入ってないですよね。力は入ってない。なんかこうやって弾いてないですよ。弾いてないですよね。力を抜いて弾いてますよね。はい。この力を抜いて、プラ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 として当てる。これはもう初心者でも上級者でもできるということでですね。どうせ練習するんだったらこっちから練習した方が良くないっていうことで、推奨してるのが全集中回転のピッキングなんですよ。実はこの全集中回転のピッキング、僕が考えたわけでも何でもないんですよ。もう昔からあるテクニックです。アコースティックギターもですね、この全集中回転のピッキングで、昔から大音量で、しかもハイテクニックで演奏されていました。もちろんギターだけじゃなくてですね、三味線やウードやサズとか民族楽器にもですね、まあちょっとやり方は違ったり、このまあピックみたいなこの形状が違ったりしますけど、同じような方法でピッキングされてるんです。これをですね、改めてご紹介してるような感じなんです。なので初心者から上級者まで安心して習得してもらえるピッキングですので、ぜひチャレンジしてみてください。さあ、というわけでですね、今日は全集中回転のピッキングがなかなかできないという人たちのためにですね、3つのチェックポイントをやってみたいなと思います。まず一つ目はですね、手首の角度です。最近は、まあ YouTube とかもあってですね、プロミュージシャンの手元がはっきり映像でわかりますよね。それで皆さんは見たことないですか？こうやって弾いてたのに、突然こうやって一弦を弾いてる人を見たことあるんじゃないかなと思います。こういう風に曲げてね。これはですね、突然こうに行かなきゃいけなくて、まあ力を入れてギュッとね、手首を曲げたんだと思いますけども、人間の構造上で言うとですね、こっち側に手首曲げるのって力がいりません？ね、やってみてください。ぜひ、楽器関係なしに。こうやろうとするのってめちゃくちゃ難しいんですよ。力が入る。なので、これが力みの元になるんですね。これで戻すのにもちょっと力がいるんですよ。力を抜いたからって戻ってくれないんですね。力を入れて曲げて、力を入れて戻さなきゃいけない。ある程度。ね。そうじゃなくて、手首が一番自由に動くように動かしてほしいんですね。そうするためにはどうしたらいいかというと、ここからまっすぐ、ね、まっすぐ伸びてしまってることが多いんですね。腕のこの表面から、まあ、側面というんですか、表面から、ね、手首のこの親指の側面までまっすぐなっている状態から、ピッキングしようとしてる人たちが結構多くて、これはこっち側には力入れないといけないので、これが力みの原因になりますし、これじゃ回転しきれないんですね。力まないと回転しないんですね。やってみてください。こうやってまっすぐしてる状態で回そうとしてみてください。力がいるから。そう、これが力みの原因なんです。僕が推奨したいのはですね、一回手首をまっすぐにしてほしいんです。まっすぐね、手首を押さえてみてください。こうやってね、リングを作って、指でリングを作って、そしたら、これがまっすぐじゃないですか。この面から、ここが盛り上がってるのが、綺麗な手首の形だと思います。さあ、ここからですね、力を抜いてみてください。落ちますよね。もう一回戻します。ね、戻します。ここから、力を抜いてください。落ちますよね。これがピッキングです。
これがペッキング、ブラブラで弾ける理由なんですよ。力みを抜くだけ。そうなので、まっすぐの状態から伸びきった状態までがピッキングの範囲なんですね。そこをブラ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 させているということなんですよ。なので全集中回転のピッキングができない方っていうのは、大体最初一番スタート地点がですね、これ伸びきった状態から始めようと、それでこうしようとしてるんですね。これをやめてみてください。まっすぐして落とす、まっすぐして落とす、まっすぐして落とす、これを繰り返す。この腕を使ってですね、腕の振りを使って繰り返すと思ってください。それとですね、手首の角度がミュートを気にしすぎてこういう風になってる人がいるんですよ。腕がまっすぐだとするとこうなってるってことだよ。こうなってる、ここのパームで弦を押さえるためにこうやってしまってる人、これもね、回せないんですよ。やってみてください。なかなか回しにくいから、手首の力抜いてみてください。回せるから。こっからここまでがですね、まっすぐ、こっからここまでがまっすぐがですね、理想です。ぜひここを注意してやってみてください。全集中回転のピッキングが苦手な人のチェックポイント2つ目ですね。こういう風に弾いてませんかっていうことですね。こういう風に、こういう風に、要は手首の動き、手首の動きをですね、こういうね、扇形のものにしてみました、ね、ここが手首の中心でこういう風に振ってるってことですね。こういう風に振っている、これのですね、デメリットがあるんです。このデメリットは何かというとですね、例えば3弦を弾いているとき、ね、4弦に当たるかもしれない。そして2弦に当たるかもしれないということでですね、より先を尖らしたような軌道になってしまう。跳ねるような。うちのサロン書き込みギタラボではですね、この奏法のことをハトポッポ奏法って言ってますけど、ハトがこう地面でね、つついてこう石を食べてる時のような動きなので、ハトポッポ奏法って呼んだり してますけども、まあ、他の弦に当てないようにしようと思うと、そういう風に動くのがベストになってくるんですね。そうではなくて、軌道はですね、こういう感じです。こういう感じ。そう、これがピックの軌道と思ってください。実際はこうやって180度ほど動くわけではなくて、おおよそ90度、もっと狭いかもしれませんね。それをこういう風に当てるのではなく、このぐらいです。このぐらい斜めに当てるっていうことですね。これによって、例えば3弦を弾いたら2弦のところでピックが止まる、もしくは4弦には当たらず上に抜けていく、2弦に当たって止まって、上げると4弦に当たらずに3弦が弾けますね。こうやって、なので軌道的にはこんな感じのイメージですね。そして改めて力の書き方なんですが、例えば一番最初に言ったですね、こっち向き、要はギターに対してまっすぐ腕が乗って、上にも下にも同じだけの幅動くというふうに考えるとですね、非常に腕は疲れてしまうんですよ。こういうふうに回さなきゃいけないっていうことはですね、非常に重力がある限りは疲れてしまうんですね。実はですね、日本人はとあるものを使うので、このね、疲れないで腕を振るということがとても上手なんですよ、実は。で、その動きこそが全集中回転のピッキングなんですね。で、それは何かというと、じゃじゃん、そう、扇子なんですよ。このちなみに扇子はですね、ファンの方が送ってくださったんです。大事に持ってます。というわけで、この扇子を振るときって皆さんこうやって置きますか？これ疲れてしまいますよね。まあ、例えば隣の人も一緒に仰いだりするときにはこうやったりしますけども、ね、風を大きく当てたいときはですね。でも、自分の顔だけに当たったらいいときってどうやってます？こうやってますよね。こうやりません？自分に当てながらこうやって。これが一番楽で、一番ずっと振ってられる振り方だと思いませんか？そう、これがまさに全集中回転のピッキングです。扇子を落とす、重力に任せて落とす、ここには力入ってませんよね、力んでませんよね。落として当てる、そしてまた上に上げる、これが一番楽だから、僕らってこうやって振りません？こうやってますよね。ほら、回転してる。そう、この動きこそが全集中回転のピッキングと同じで、ピックも同じで、上げて落とす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 。この振り方が楽なことは皆さんも昔から知ってるんですよ。というわけで、皆さんに教えなくてもですね、皆さんもともとやってるんです。扇子を振ったことがある人はね、楽しようと思って振ったことがある人は必ず知ってる動きなんですね。まさにピックも同じ動き、これが回転の向きと力の入れ方なんですね。
さあ、それでは全集中回転のピッキングが苦手な方のチェックポイント3つ目ですね。力の加え方っていうのがですね、めちゃくちゃ大事で、このね、力んでも力まなくっても、例えばまあ全集中回転のピッキングでも、痙攣ピッキングと言われるガーって擦るようなピッキングでも、まあ同じようなスピードになるんです。じゃあ力んで弾いてみましょう。全集中回転のピッキングで弾いてみましょう。全く同じようなスピードですよね。まあだから力まない方がいいということも言いやすいんですけど、そうでもなくてですね、視聴者の皆さんの中でですね、まあ格闘技が好きだったり、運動系のことが好きな方はご存知かもしれませんけど、実はですね、人間というのは脱力してる時が一番力が出るって言われてるんですね。力入れっぱなしで他人にこうやって手を叩かれると落ちちゃうんだけど、ね、我慢できないんだけど、力を脱力させといて、叩かれる瞬間にバンって止めたら、バシッて止められるぐらい、脱力してフッて力入れることがものすごい。瞬間的にパッと力入れる時のその強さっていうのはですね、計り知れないものがあるんです。で、僕らのピッキングもそうで、打ち込む瞬間にちょっと力を加えるんですね。例えば、力を入れて16ビートカッティングしてみますね。ガシャ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 言いますよね。かなり、ね、ブラッシングしてるのが分かると思います。逆に、その打ち込む瞬間だけ力入れてカッティングしてみますね。いかがでしょう？圧倒的に、力んで弾いてた時のガチャガチャ感はなくなって、音もめちゃくちゃ綺麗になったのがわかるんじゃないかなと思います。というわけでですね、全身の力を抜いてダラダラしてピッキングするっていうのが脱力ってわけじゃないんですよ。もちろん力はどっかで入れるんです。今さっき聞いていただいたように、16ビートカッティングなんかではわかりやすかったと思いますけど、アタックする瞬間だけですね。瞬間だけパッと一瞬力を入れるみたいなことで、圧倒的なスピードを出せたりとかですね。あとは高速ピッキングに関しては、これは全部の音、一瞬一瞬の音で力を入れたり抜いたりしてるわけじゃなくて、例えばビートの中で一拍目の頭だけ力入れて、あとは惰性で弾いている。要は例えばドラムのスネアがあった場合、スティックを落としますよね。その一発目にはスパンって力を入れるんだけど、バウンドしますよね。そのバウンドを使って抑え込んでるような感じ。ドルドルってやってるのと一緒で、頭には力入れるんだけどという感じでですね、頭だけっていう感じで、あとは惰性でバウンドで動いてるような感じでしょうかね。まあそういう風にうまく自分の体を使うことによって、全集中回転のピッキングは完成します。というわけでですね、今日は全集中回転のピッキングができない方へチェックポイント3つお話しました。この3つをね、過去に喋ってですね、もうサロンメンバーとか、あーなるほどそういうことだったんですかっつってできるようになったりしたんですよ。そういうですね、最新情報を今日は、シェアしました。いかがだったでしょうか。またわからないことがあったらですね、ぜひコメント欄とかで、教えてください。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。